日はサメモデルの UV 作成の過程を一緒に見ていきましょう。このモデルは左右対称デザインなので、まず左側の UV を作って、その後右側を反転複製するという工程で進めます。では始めましょう。右側のフェイスを選択して、デリートキーを押して削除、胸びれの UV を分離します。フェイスを選択して、 UV エディター、作成、平面、投影元、 Y 軸でマッピング。口の中もボディの UV と分けておきたいので、選択して X 軸でマッピングしておきます。今度は歯を選択してマッピング、展開もしておきますけど、こちらも後でカットした後、改めて展開し直します。ここでボディの UV をマッピングして展開もしてみますね。なんか UV のかけらが残っちゃってますね。胸びれの一部でした。かけらも含めて選択してマッピングし直します。先ほどこの状態から仮の展開をしましたが、エッジをカットしてテクスチャーをかけるように展開をしてみましょう。胸びれ後端のエッジをカットして展開、 UV が平面状になりました。これでテクスチャーがかけますね。ここで歯茎の UV を口内の UV に含めようと思うので、改めて歯茎と口内の UV を選択してマッピングし直します。展開します。こちらもこれでテクスチャが描ける UV になりました。尻びれがボディにくっついたままだったので分離します。分離しただけではまだ裏表が重なったままなので、胸びれ同様カットしてから展開します。いい感じです。ここで仮のレイアウトをしてみます。修正、レイアウトで各パーツ解像度を揃えて並べてくれます。最終的なサイズや配置は手動でやるんですけど、大体のイメージがつかめますね。尻びれの UV を分離したので、改めてボディの UV を展開し直します。尻びれの部分がリラックスされました。ここでチェッカーマップを表示します。このチェッカーマップのマス目が正方形に見えていれば、歪みのない UV ということになります。尾びれのセンター付近に歪みがありますね。エッジをカットしてカブを一旦切り離して本体を展開し直し、改めてつないでみました。でも UV 解像度を合わせる段階でボディの UV が横に長すぎてレイアウトしにくかったので、尾びれも分離しました。一通り左半身の UV を作ったので、右半身をミラーで復元します。UV エディターの見た目に変化ありませんけど、実際には今ミラーした右側の UV が重なってるんですね。これらの右側 UV を移動、必要なら反転したりマージしたりして配置します。スケールで位置合わせ、マージして UV をくっつける作業をしてますけど、縫合ツールを使う方が早いかな。各パーツも移動、配置していきます。パーツの裏表は近い位置に配置しておくとテクスチャが描きやすいです。基本的に UV 解像度は揃えておきます。ボディと胸びれで UV 解像度が異なると不自然な見た目になりますからね。ただ情報量が多いところ、詳細に見せたい場合などは意図して解像度を大きく取ります。またその逆もあります。基本的に UV は U=0 から1、 V=0 から1の範囲内にレイアウトしますよ。一通り配置ができたら、UV エディター、イメージ、UV スナップショットで UV を書き出します。書き出した UV を Photoshop で開いて、これを下敷きにテクスチャを書きます。
ご覧いただきありがとうございました。この動画が役に立ったと思ったら、高評価、チャンネル登録をお願いします。以上、マヤハックでした。